ゆいがドクソングのイメージがある岩桜真子です。ゆいがドクソング始まるよ。翔太頑張ってね。さあ始まりました、ゆいがドクソング。さあ今夜も素敵なゲストをお迎えしてお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速自己紹介の方からお願いします。はい、どうぞ。はい、女優を目指してる千尋と言います。よろしくお願いします。お願いしますはい、私はですねモデルをやっておりますちなみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日ちょっと2人で、そうですね。ラジオを担当させていただくんですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと初めてなのでめっちゃ緊張してます。はい、私もラジオ自体初めてなので心臓バクバクで。バクバクですね。はい、あ、ちゃんとできるのか不安なんですが、はい、今回ですね一応。テーマとしてはクリスマスということで、はい、お話ししていきたいなって思ってるんですが、はい、何かエピソードありますか？クリスマス、そうですね。でもやっぱり今一人暮らししてるので、そうなんですね。もうクリスマスとか全然もう関係ない感じで過ごしてるんですけど、はい、やっぱり小さい頃は家族で過ごしてたので、ちょっと豪華な料理とで家族みんなでなんか囲んで食べてたのが思い出ですね、うん、ほっこりする思い出ですね。そうですねいや、クリスマスかお正月かって結構日本人だと分かりませんか？はい、あ、そうですね、結構どっち派ですか？そうですね、でもやっぱりクリスマスの方がなんかちょっとテンション上がる感じワクワクしますね。そうですね、私は逆になんかクリスマスってすごい寂しいしんみり感を感じちゃうんですよ。なんかあーもう年の暮れだなと思って、なんか街中でクリスマスソング流れると、あーってなる。イルミネーションとかもそうですね、なりますよね。センチメンタルな、ね、いや本当にお正月のあの新春な感じ好きです。私1日の元旦のおこととかが流れてるような静かな感じ、いいですよね。いいですよね。いや、今年のクリスマス、はい、コロナですけど、はい、どうやって過ごそうかなって。今年でも今一応アルバイトで一人暮らし の、 その生活の方をしているので、うんうんうん、多分もうクリスマスとか関係なく働いてると思います。なるほど、はい、なんか、はい、あ、ちょっと、なんか予定とかあるんですか？クリスマス特になんかコロナなのって、はいはい、なんか盛大にできないじゃないですか。そうですよね、今、はい、なんか集まりとかも禁止されてたり、だからどうしようかなって思ってますけどね。そうですよね。でもなんか、クリスマスチキンとかは食べたい。あ、いいですよね。チキンとかケーキとか、うんうんうん、なんかちょっと味わいたいな、クリスマス気分って。クリスマス感はちょっとクリスマス感味わいたいかなって思いますね。なんかでも最近イルミネーションとかもちょっとコロナの影響かすごく寂しく感じて、そうですね、あまり盛大じゃないですよね。去年とかに比べたらやっぱり少ないかなって。去年って渋谷の青の洞窟のイルミネーションってありましたっけ？はい、あったっけか。あ、今年はどうなんですか？どうなんですかね。私行ったことなくて、なんか行きたいなって毎年思うんですけど、なかなかタイミングが合わなくて行ったことないんですよね。あ、私もでも遠くから見ただけだけど遠くから見ただけだけど、はい、いや今年どうなるのかなですね、なって思いますよね。そうですよね。いやでも私クリスマスが終わった途端に、はい、なんかアパレルでも洋服でも何でも値下がりするじゃないですか。そうですよ、年末にかけて
あれをすごいちょっと楽しみに確かに年末年始に結構みんな買いがちですよね。そうですよね、クリスマス通り越しちゃうけど、うん、そうですね、初売りはどうされますか、行きますか初売り。そうですね、でも私もなんか最近は年末に結構買っちゃうので、うん、買っちゃう我慢できずにいや売り切れちゃう可能性ありますもんね。そうですね、そう思ったらやっぱりそうなんですよね、買ってた方が。なんと、はい、今年は渋谷の青の洞窟中止らしいです、はい、やっぱりらしいです。残念ですね。いやまたなんかちょっと寂しさが増すじゃないですかね。そうですね、せめてライトで人の目を癒やしても心を癒やしてほしい、ね、いやでもなんかそれつながりになっちゃうんですけど、はい、最近渋谷すごい変わったじゃないですか。そうですね、久しぶりに行ったらなんかすごい迷子になってしまって、結構なんかいろいろ建物とかも立ってますよね。そうなんですよ、入り口あとなんか、うん、あの銀座線着いた時にホームがもう変わってて、どこから出ていいか分からない、出口がありすぎてそうなんですよ、迷子になりますね。迷子に、ね、いや本当私あの地元が九州の大分県なので、はい、上京してきたんですけど、はい、もうなんか最近やっとなんか渋谷とか新宿慣れたなと思ってたのに、はい、また一から振り出しだなと思ってそう慣れた頃にまた経っちゃうと本当に。そうですよね、いつまで経っても東京で迷子から卒業できないなって確かにね。いやそうなんですよ、ね、地図は読むの得意なんですけど、うんうん、なんかその行く場所とか 、うんうん、今まで通ってきた道を覚えるのが苦手で、うん、結構それでなんか迷子になったりします。あなんかスマホがあればいけるいけるえでも地図読めるのすごいですよ。えでもなんかなんとなくですけど、いやいや私、はい、地図アプリあるじゃないですか、うんはい、地図アプリ使っても迷子になっちゃうんですよいや難しい時とかありますよね。ありますよね、なんか方向、うんうんうん、なんかたまに携帯間違えてるんじゃないかなと思って。確かに、ね、いや本当難しいですよ。難しいですね。出身は神奈川。そうです、神奈川の藤沢。ああ近くですね。そうなんです、だから鎌倉も、鎌倉よく行きます。そうですね、最近はあのもう都内に引っ越してしまったので来れてないんですけど、うんうん、学生の頃とか放課後あの小町通り歩きに行ったりとか、いいですねしてましたねいいですね。じゃあ湘南とかも結構。そうですね、海の方とか江ノ島の方とかも、うん、江ノ島行ったりしてましたねいやいいですね。私鎌倉一回お仕事で来ただけで、はい、観光したことないんですよ。あそうなんですね、なんでしてみたいなって。すごいいっぱい素敵なところがあるから、うん、あ本当ですか何か結構、はい、あおすすめの食べ物、おすすめの食べ物食べ物なんだろう、最近でも何かあるかな。鎌倉、鎌倉なんかここの鎌倉 FM の地下最寄り駅が長谷駅なんですけど、うん、降りた時にどら焼きみたいな看板があって、あそうなんですか、どら焼き有名なのかなと思ったんですけど違うんですかね。どうなんですかヘルプをもういろいろと和菓子がいっぱい頑張りますね、お団子とか、うん、お団子もあるね。いや食べたいな、和菓子美味しそう、はい、そうですね。そう大福とかもね、有名っていうか、あるすぐ近くにお店にあるので、普通の大福、いちご大福とか塩大福とかいちご大福とか何でもあると思う。いいですね。あいちご大福で思い出したんですけど、はい、あんこは白派ですかそれともあの黒派ですか。黒というのかなんか普通に白あんか、はい、こしあん、こしあん、なんか大分
だけなのかわかんないんですけど、たまにいちご大福のあんこ白あん使ってるところがあって、それめっちゃ美味しいんですよ。あ、そうなんですね。黒じゃない普通のあんこじゃないやつが、ですね。結構なんか、うん、粒あんとこしあんではなんか聞かれることとかあるんですけど、あ、白あんはあんまり、あ、食べたことないですか。食べたことないですね。美味しい、食べてみたい。食べてほしい食べてみたい。いや本当にいいな、鎌倉、鎌倉観光したいな。そうですね、結構一日あっても足りないくらいですよね。結構いろんな大仏みたいです。私大仏を、鎌倉の大仏、私なんか小学生の時にその学校の行事でなんか鎌倉巡りみたいなのをしたことがあって、うん、その時に見ました。じゃあ1回ですか。それ1回だけで、そっから行けてないんですけど。意外と近いとあまり行かないそうですね。いいな鎌倉。あとなんか私はここら辺って言ったらもうしらすっていうイメージが、しらす丼、しらす美味しいですよね。しらす丼。一回、はい、東京上京してきて湘南の方に遊び行ったんですよ、はい、江ノ島、はい、に。それで何食べて帰ろっかって言ったのに、結局一緒にいた友達が、うん、あのステーキとか言うんです関係ないステーキを食べました、はい、っていうのがそうなんですね。いや本当に東京の周りでどっかいろいろ行きたいなと思うんですけど、なかなかすぐ行けると思うと行かないですよね。そうですね、逆になんか行かないですね。行かないですよね。でなんかクリスマスからめっちゃ離れちゃったんですけどところで私思ったんですけど、はい、サンタさんっていつぐらいまで信じてました、はい、サンタさん、でも割と信じてました。あ、じゃあバレたタイミングというかこれ言っていいのか分かんないですけどいやなんか分かってたんですけど、早めの段階からですか。そうね、なんか周り結構なんかもう小学生の頃とかなんかクラスの男子とかが結構なんかこう言ってくる、普通に言ってくるみたいな、いないよみたいな、結構言ってくる子が多かったので、うん、でもなんか信じたい気持ちでいたっていう感じですね。わかりますわかります。私も小学校6年生まで信じてて、うん、もう多分でもある事件が起きなかったらずっと信じてたと思うんですけど。え、なんですか小学校6年生ぐらいの時に、うん、ハリーポッターの本が欲しくてサンタクロースに頼もうと思って、で私はハリーポッターの本をサンタに頼むって言ってたんですよ、はい、で小学校6年生の頃お家帰ってきて、はい、誰もいなくって、うん、本屋さんから電話かかってきたんですよ、はい、で欲しいって言ってたハリーポッターの本が届きましたのでご注文いつでも取りに来てくださいっていう電話が来て、すごいショックでその時にサンタさんの正体を知ってしまったという。それはショックすぎる。ショックすぎてもうそこからああねって言ってそれはバラされちゃいました。新しいエピソードですね。結構なんかこう自分の目でお父さんが置いてるのを 見たことがあるとかよく聞くんですけど、なんかいや、ね、全然起きないタイプで、それは分からなかったのに、まさかの一回見て会いたいと思って頑張って起きようと思ってたことあったんですけど、結局眠さに勝てなくていやそうですよね。あ、でもバレるっていうわけじゃないんですけど、私の近所のお友達が、うん、サンタさんが1日早く来たっていうことがあって、今となればあ親が日にちを間違えたんだなってただ単に思っちゃうんですけど、確かになんか今覚えばっていうのありますよね。私もなんかサンタさ んその毎年お手紙をくれてたんですよ、うん、サンタさんから、でも今思えば結構私のお父さんの字が結構独特なんですね、なんか、丸字っていうか、うん、結構独特な字なんですけど、今思えば、うんうん、あお父さんの字に似てんなって思います。いや本当、うん、ね、言われなかったらでもずっと信じてるかなって思っちゃう、うん、そ
いてほしかった。そうですね、いてほしかったね。いやもう楽しみでしょうがなかったですよ。あさあじゃあちょっとクリスマスの話題なので、はい、あのクリスマスソングを今日は流していきたいなって、はい、流させていただきたいなって思ってるんですけど、はい、私もクリスマスって言ったらもうマライア・キャリーさんしか思い浮かばないんですよ。もう街中流れますよね。そうですね、あれがもう本当、はい、もうクリスマスって感じなんで、それを今日ちょっとセレクトさせていただきました。はい、はい、でもう一曲は、あもう一曲は、はい、私が、はい、ボアさんのメリクリをリクエストさせていただきました。いい曲。そうなんですよ、私も、うん、結構韓国のアーティストさんとかが好きなので、あのボアさん、クリスマスって言ったらボアさんになりますね。いや今の K-POP アイドルのなんか先駆け的な存在ですよね。そうですね。じゃあちょっとお願いします。じゃあ2曲続けていきましょう。はい、お願いします。クリスマスソングは2曲聴いていただきました。いやー、よかったですね。はい、あーもうこれこれこれって。クリスマス感が。クリスマス感。いやー、久しぶりにボアさんの曲聴いたんですけど、やっぱりいいですね。いいですよね、素敵ですね。いやー、本当ですよ。なんかカラオケ行きたくなっちゃいました。そうですね。いやクリスマスソングって流すといいですね。一気にクリスマスモードになりますね。今他にどんなクリスマスソングが流行ってるんですかね。クリスマスソング、うーん、なんだろう、なんか昔って結構、はい、あのクリスマスにちなんだ曲出す人、ボアさんもそうですけど多かった気がするけど、最近はあんまりないですね。ないですよね。なんかやっぱシーズンごとになるとその時しか、ね、そうですね、使われないとかいうのであまりないんですかね。作らないですかね。わかんない、わかんないけど本当良かったです。いいですね。いやクリスマスなんかしんみりしました。あ、しんみり、ね、ワクワクもしますけどね。ワクワクもするけど、終わっちゃうともう次の日になっちゃうと、もういやってなっちゃいます。クリスマスとハロウィンって、はい、過ぎた次の日の片付け終わった感が、終わったか、なんか取り残された感寂しい。そうですね、寂しいですよね。クリスマスなんてイブの夜が終わったらもうわかります、わかります。なんか25日っていうよりは24日の方がクリスマスって感じしますよね。いやめっちゃわかりますよ。23とか、はい、あの24が一番盛り上がるんですよ。で肝心な25なんかなん、あれクリスマスって今日だっけみたいなモード、そう、なんかもう終わったよみたいな感じ、もうなんかあの年始に向けてみたいな感じですね。お正月に向けて、いや本当に25日が本当はクリスマスなんですよ。ですよね。もうでも本当昔から23、24が私の中でクリスマスなんで、本当にいや、だいたいその辺から学校とかも冬休みになってみたいな感じで、ね、あ、お誕生日はいつですか。誕生日は2月です。あ、2月です、はい、じゃあ冬休みとか夏休みとかに被ってないですね。そうなんですけど、祝ってもらえるやつ。でもなんか学生の頃は結構テスト、決まってテストと被っててあまり結構、そうなんです、あと入試とか受かれられない。そうなんですよね。そっか、いやなんかよく休み期間中のお誕生日の人って誰も祝ってもらえないっていう、8月とかね、誕生日いつなんですか。私は7月です。7、7、あ、じゃあ7月七夕、惜しい、7月7日の七夕が予定日だったのに1週間ずれて14日になりました。そういうことなんですね。そうなんですよ。でも夏休みかぶってないんで、そうですね、ギリギリ、うん、私今日誕生日みんなからお祝いされて、そうです、そうですよ、なんですよ。1週間ずれたんですね。惜しい。七夕だと
ね、そうですよね。みんなにでもたまにクリスマス誕生日の人とかいるじゃないですか、うん、1月1日とかなんかいいなって思う反面まとめられちゃうからって本人の悩み、ね、なんか芸能人とかでもなんかそのクリスマスのケーキと一緒になっちゃってみたいな聞いたことあります。聞きますよねよく、うん、どうなんだろうって思うけど、うん、でもなんかクリスマス誕生日とかいいですよね。そうですね覚えやすいし覚えてくれそうみんなが、うんうん、いいなって思いますね。そうですね、うん、なんかプレゼント一緒にされちゃうってありますよね。クリスマス一緒だとサンタさんですか。あクリスマスプレゼント。あでもその分なんだろう両方合わせて高いものっていうかあここまでならいいよみたいなのはサンタクロースに頼みなみたいな、うんうんうん、サンタさんにお願いしてるからみたいな言われてる子もいるって言ってましたね。あどうなんだろう。なんか複雑ですよね。複雑なんかイベントが一回減った感なんですかね。わかんないけど経験したことないから、結構なんか冬ってイライラ行政とかが詰まってるじゃないですか、うんうん、だから私は逆に春とか夏生まれに憧れてました。 なるほど。でも夏確かに春夏あまり行事がない、うんですね、その頃にお祝い事があると、うん、結構いいなって思ってました。確かに。でもそれで言うと、うん、ひな祭りの付近のこの誕生日とかもまとめられそうですね。確かに3月とか3月、ね、そうですね割と一番いいのは4月以降ですかね。うん、そっか。二人は雪とかって好きですか。あー好きです。めっちゃ好きです。雪降ったりしたらなんかなんだろうはしゃぐっていうか外でやったりしますか。なんかうーん私はスノボをしてるので雪が降るとあ、好きスノボ行けるっていうのが小さい頃からあってすごいかっこいいですね。かっこよくはないですよ。かっこよくはないんですけどあ寒波が来るってめっちゃ喜んでました。私スキーとかもしたことなくて、うん、全然ないんですけどだから雪降ったら、うんうん、雪だるま。あでもここら辺降ります。ここら辺一番思い出に残ってる、うんうん、記憶に残ってるのがそのそれこそ中学の高校入試の時が、うんうん、私の代がすごい大雪が降ったんですよ。めちゃめちゃ雪が降って、うんうん、でその中、うん、その高校まで受けに行って、うんうん、で帰りもうずっと一日中降ってて、うんうん、積もってみたいな感じだったんですけど、うんうんで駅からバスで乗って家まで帰るっていうのに、うん、そのすごいもうバスも全然動いてなくてあで1時間待ってやっと乗れるって思って乗ろうとしたら、私の目の前でもういっぱいだからって言われて無理やり閉められちゃって、そっからまた1時間待って家に帰るっていう記憶があって、もう雪って言われたらもう結構それ思い出します。めっちゃ寒かったでしょ。そうなんです。足とかももう固まっちゃって、ね、紫になりますよね。寒すぎて。そうなんですよ。それはかわいそう。うん、でも結構何気にこうあんまり良くないイメージ経験にならないみたいな。そうですね。そうか。私の代結構その私は大学行ってないんですけど、うんうんうん、そのセンター、うんうん、試験センター試験とかも雪が降ったらしくて結構雪に試験の日って雪が降りやすいんですかね。なんか かぶってましたね結構。そっか。あでもなんかよくありますよね雪で、うん、なんか車が渋滞して試験が遅刻したとか聞きますよ ね。なんか雪イコール試験と何ですかね。なのかもしれない。なのかもしれない、ね、さあじゃあそろそろ告知を、ねはい、もう終わりの時間に近づいてるので、はいはい、SNS の紹介とかお願いします、はいはい。あ
私 SNS インスタグラムを最近始めまして。 おめでとうございます。この間フォロワー1000人おーすごいたんですけど、よかったら覗いてください。アカウント名は、アカウント名は、ちひろ、ローマ字で CHI、 あそうです、 CHI HIRO にドットアンダーバードット22です。22、うん、おなので、よかったら検索してみてください。2月2日ですか。あ、2月22日です。あ、その22ですね。そうなんです、はい。で、私もですね、あのインスタグラムをやっているので、もしよければフォローお願いしたいんですけど、はい、アカウント名がですね、チナミーみたいな感じにしていて、ローマ字で CHINAMYYY になります。チナミーみたいな感じでかわいいやってます。よかったらフォローお願いします。お願いします。今回は、はい、あの2人で送らせていただきました、はい、2人ともちーちゃん、そうですね、ちーちゃんコンビで送らせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。